はい、こんにちは、レトスのーノです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。個別指導の現在の割引価格は本日の24時までとなります。今年の試験で思った結果にならなかった方、でも来年は絶対合格したい。そう思っている方は個別指導、ぜひご検討ください。個別指導では理解をしながら学習していただけるので、今からであれば来年新たに合格していただく自信があります。 個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたの事項をお待ちしております。それでは本日の3問に入っていきます。A が善意無過失で8年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有し、A が B に賃貸し、B が2年間占有した。この場合 A は取得事項を主張することができない。丸かツかという問題です。 考えたい方は一旦動画ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは×です自らが占有する場合でなく賃借人により間接的に占有する場合も A が所有の意思を持っていれば取得事項を主張することができますつまり本問では合計して10年経過しているので取得事項を主張することができます まあこれは基本事項なんで絶対覚えておきましょう。関節占有も自己占有に含まれるということです。今回、賃借人により、間接的に占有してもらっています。これも A の自己占有に含まれるんですね。A が自分で占有しているということになるということです。個別指導の事項さんは合格テキストを確認しましょう。えテキストのページ番号は P26 ページですね。真ん中あたりに記載しております。問い2です。 B が借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りをして多数の B の知人または友人に対して売却する場合 B は免許を必要とする○か×かという問題ですえ答えは○です免許が必要ですえ知人または友人に対して不動産を売却するということは不特定多数の者のに反復継続して不動産を売却することと言い換えられます つまり、本門の B の行為は、宅地建物取引業に該当するため、免許が必要だということです。まあ、これは基本問題ですねで。個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガから類題も考えてみましょう。重要なので、絶対に解けるようにしていただければと思います。でここで解説している問題の解き方、考え方は、必ず頭に入れてください。解き方や考え方を理解したい方は、ぜひ個別指導をご検討ください。 この下の概要欄にある個別指導のリンクから内容をご確認いただけます。で、問い3ですね。福音4メートル以上の道は、特定行政庁の指定がない限り、建築基準法上の道路とはならない、丸かツかという問題です。え答えはツですね。福音4メートル以上の道っていうのは、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路です。 特定行政庁の指定がないと建築基準法上の道路にならないのは 4m 未満の道路なんですね。今回の問題は 4m 以上の道なので 4m 以上の道は特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路になるからツだということです。で 4m 未満の道については特定行政庁の指定があって初めて建築基準法上の道路になりますのでこの点注意していただければと思います。 で、この問題は初めて、えー、解く方っていうのはちょっとややこしいんで、ちょっと何回か動画を見ていただきながら、またテキストとかを見ながらですね、ご確認いただければと思います。そして初めにもお伝えをした通り、個別指導の現在の割引価格は本日の24時までとなります。今年の試験で思った結果にならなかった方、でも来年は絶対合格したい。そう思っている方は個別指導、ぜひご検討ください。個別指導では理解をしながら学習していただけるので、 今からであれば、来年あなたに合格していただく自信があります。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたの事故をお待ちしております。レトスの小野でした。